どうも、こんばんは、NM です。東京グル RE とジャックジャンヌのコラボ番組ですね、先ほど公開されましたけども、皆さん、もちろん、見ましたよね。はい、ということで、先ほど発表された情報を軽く、僕の方でまとめていこうかなと思います。まあ、詳しい情報、内容がですね、気になる方は、ジャックジャンヌの公式チャンネルで、この特番公開されてるんで、そっちの方見ましょう。はい。めっちゃおもろい企画とかいろいろやってるんで、はい。情報だけです。ここでまとめるのは。まずですね、花江夏樹さん、出演されてましたけども、ジャック・ジャンヌで、桃梨角人役で出演するらしいです。僕の予想当たってましたね。上げてたんですけど、動画にして。4つぐらい。当たってました。1つ。てか、そうだよね。うん。あの場にいるってことは、まあ、そういうことだよ。うん。あとね、他の未公開キャラクター、もう一気にバーッと紹介されたんですけど、まあ、声優の豪華なこと。小安さんに、東さんに、中田さんに、もうね、超有名声優ばっかりですよ。マジで。個人的に、津田さんがね、出演してるの、本当に嬉しくて、もうね、たまらないですわ。はい。で、次が、ゲームシステムなんですけど、物語はですね、学校でのこう1年間の、物語、その学校生活の1年間、を通して、日常パートと公演パートっていうのが、交互に、繰り返されるんですね。日常パートがあって、定期的に、公演パートを挟みつつ、また日常パートやって公演パートがあってみたいな。公演パートのために日常パートで、育成するみたいな感じですね。で、日常パートですね、レッスンや、シナリオとか通して、こう、主人公の、立場の記者ですね、を育成するんですよ。育成して、その年に何回かある、公演、演劇ですね、演劇に備えると。で、公演が終わると、また日常パートが戻ってきて、立花キサ、主人公のステータスアップに勤しむと。多分、パワープロのサクセスとか、最近僕ね、シャニマスとか、アイドルマスターのゲームとかやってるんですけど、それをイメージしてもらえれば、もう流れは、わかりやすいですね。第何週目に、公演があるから、それまでになんか、どっかのステータスを育成しろと。レッスンとかね。どのステータスを上げるのか、歌唱力を上げるのか、ダンスを上げるのか、はたまた勉強して、賢くするのか、そして来たる公演、パワープロでいう試合ですね。それに備えて、公演でしっかりと結果を出す。そういった流れです。だから、主人公の能力っていうのは、本人次第なんですよ。プレイヤー次第。で、平均的に、能力を上げるっていうのも、もちろんいいし、歌やダンスに特化した主人公を作るっていうのも、いい感じですよね。うん。で、主人公の育て方次第で、他のキャラの、キャラとの絡みとか、あと公演の成績とかも、変化していくそうです。で、公演はリズムゲームの、パートっていうのがあるんですけど、多分ね、最近の子たちならスマホでね、音ゲーいっぱい出てますよね。バンドリとか、スクフェスとか、あと、デレステとかいっぱいありますけど、いっぱいある音ゲー、なんかどれか一つぐらいやったこと、ある人いますよね。で、システムはですね、縦レーンで流れてくるやつ。バンドリとかの、システムと似てるのかな。縦のレーンで流れてくるやつですね。タイプのやつです。わかると思うんですけど、僕も結構音ゲーやる方なんです。昔から音ゲー大好き。音ゲー大好きでずっと、やってて、結構やる方だと思うんで、もう、マジで。これはもう、やる気満々なんですけど、あとね、ミュージックビデオがね、もう素敵すぎる、本当に。うん。めちゃめちゃ素敵やんと思って見てた時に。多分ね、全曲に、クオリティの素敵なね、ミュージックビデオがついてるんでしょうね。絶対最初、音ゲーパート始まったら、この、バックで流れてるミュージックビデオに集中して、曲に集中できないやつやん、もうそれ。で、次の情報が、ジャック・ジャンヌの公式チャンネルで、ボイスドラマがですね、毎日配信されるということですね。毎日っても、14日間連続らしいですね。はい。配信されるようです。毎日楽しみができたということで。で、お次はなんとですね、多分これが一番僕の中ではでかかったのかなと、東京グールと
ジャックジャンヌを手掛けた石田水先生の展示会ですね。石田水展、開催決定ですよ。あのね、これはね、マジで行く。うん。行く。東京でも、沖縄でも、まあ、たとえね、マチュピチュでやろうと、もう北センチネル島でやろうとも、俺は行くわ。うん。行きます。でもね、やっぱり心配なのは、まあ、新型コロナの件ですよね。はい。正直、来年の今頃、コロナが収束しているとは、思えない。まあ、どうなるかわかんないんだけどね。まあ、思えないですよね。うん。現状ちょっと手がつけられないみたいな状態だし。オリンピックも予想、予定はね、されてって動きは出てるんですけど、まあ、厳しいんじゃないかなっていう意見。まあ、世間的な意見もそうですけど、個人的にも、できんだろうっていうね、日本だけじゃなくて他の国が入ってくるわけで、まあ、できんだろうっていう、感じだと思うんですけど、まあ、それは、それで、置いておいて、そのネガティブなのは、まあ、ちょっと置いておいて、今はね、まあ、こんな嬉しい情報が出たこと、まあ、それを祝おうじゃないかなと、ね、思います。来年、楽しみですね。うん。多分、グッズとか出るんですかね。僕、今、グールのゲームに落とす、予定だったお金をですね、まあ、グッズに、つぎ込んでるみたいな、そういう感じなんですけど、まあ、石田水展とかも開催された日にはもう、グッズが出た日にはもうやばいですよ。多分僕。うん。財布をこう、パンパンになってもなんか、サンドイッチみたいな感じでよくあるじゃん。なんか、サンドイッチって言えるのかないうぐらいこう、すごい分厚いステーキとかめちゃくちゃ詰め込む。あんな感じに財布がパンパンに、長財布がパンパンになっていくんじゃないですかね。うん。ね。ということで、ジャック・ジャンヌの特番は、新情報、盛りだくさん、でした。皆さん特番どうでしたでしょうか。僕もねずっとチャット欄にいたんですけど盛り上がってましたね。うん、またコメント欄で、皆さんの感想なんか書いていってくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。